株式会社マキ田は愛知県安城市に本拠を置き、電動工具をはじめとする総合電動工具の製造販売を行う日本の株式会社である。岡崎工場関連会社の株式会社等はの本社、マキ田元会長の後藤十二郎が1930年11月に創立したマキ田電気製作所岡崎支店は1937年11月に岡崎市、 高生町に新工場を移転した。現在その名残として、同志高生通り南に、真北の看板が建てられている。電動工具の国内採用手であり、日本国内シェアは約60%を占める。また1970年代から日本国外での製造販売に力を入れており、売上高の82.8%が日本国外のものである。そのブランドは、 世界中に知られており、世界の電動工具市場シェアは約25%を占め、ブラックデッカーに続く世界2位のシェアを誇るなど、電動工具の世界的企業である。1970年代から日本国外の証券取引所に株式を上場している。日本国内では愛知県岡崎市に主力工場がある。 日本全国に19カ所の支店と114カ所の営業所、世界40カ国以上に直営の営業拠点を有し、顧客に密着した営業活動、修理などのアフターサービスを得意とする。世界中どこでも3日で修理する、修理3日体制を信条としている。本社近くの八千代病院の新築移転問題が浮上した際に第三工場跡地を提供するなど、 地域貢献にも熱心である。財務体質が非常に良好であり、自己資本比率は84%と高い。また、企業の本業による利益を売上高で割った値である、営業利益率も10年以上にわたって10%以上を記録し続けており高収益体質企業でもある。設立以来、一貫して黒字経営を続けており、 従業員の解雇などのリストラをほとんど行ったことがない。実質無借金経営であるいわゆる名古屋式経営と呼ばれる経営体制を維持し続けている。この財務体質が評価され、2014年1月から公表された JPX 日経インデックス400にも採用されている。2013年4月には子会社の牧と沼津を吸収合併。 これにより、牧田ネマズが製造、販売していた農業機械や防災機器も取り扱うようになった。2013年9月には経営再建中のシャープとの間で業務、資本提携を締結し、約100億円を出資した。業務提携の内容は、電動工具、家庭用機器、オペ分野等における牧田製品のラインナップの拡充を起とした共同開発。 シャープからの商品供給、両者の保有する販売及びアフターサービス網、調達網といったバリューチェーンの相互活用などである。ありがとうございます。